こんばんは、しょぼうです。文具と生活第26夜です。今回はロルバーン L サイズの収納、暇な時ほど落書きを、沼の始まり、書くのを買ってきました、という3つのお話です。1つ目はロルバーン L サイズの収納というお話です。ライブ配信の時とかに、書房さんは文房具をどのように収納していますか、整理整頓していますか、という質問をですねいただくんですけど、私本当に整理整頓が苦手で、段ボールの A4 サイズの紙が収納できるケースっていうんですかね、ストック用の箱にできる限りノートをその中に詰め込んでいたんですけれども、ついに手をかける部分から崩壊しまして、観念してしっかりとした収納ケースを買ってきたんですけれども、それが無印のファイルボックスワイドという商品で、まあよく知られたファイルボックスですよ。これがねロルバーンの L サイズ、こう2列にするとね、ぴったりなサイズなんですよ。奥行きっていうんですかね。高さはね、A4 用なので、B6 サイズちょっとのね、ロルバーン L サイズだと、こう上の方は余るんですけれども、それでもね、この幅に11冊、それが2行入るので、22冊収納できるんですよ。もっと大きいサイズもねあるんですけど、これ以上にすると重さがねちょっと持ち上げにくいところまで行ってしまうので、ファイルボックスのワイドを使うようにしました。これ何がいいかっていうと、ロルバーンがぴったり入ること、そして棚に並べた時にすっきりすること、そして無印の定番品なので、まあ、なくなることはないだろうと。いつでも買ってこられるっていうところがいいところで、初めて動画で皆様に文房具の整理の仕方をお話しできるという、今ちょっと嬉しく思っております。そんな感じで、一つ目のロルバーン L サイズの収納は、無印のファイルボックスワイドでいかがでしょうかというお話でした。二つ目は暇な時ほど落書きをというお話です。皆さんノートに落書きされてますでしょうか。手帳ってなるとちょっと落書きするのもなって思ったりとかはありますよね。私は雑記帳ということでノートを持ち歩いていて、もう本当にしょうもない落書き、もしくはこう練習、あとメモ書き、全部書いてるんですけれども、今回のお話は今までにも何度かお話ししてますけれども、書き留めておくと、その時は想像していなかったけれども後々役に立つよっていうお話のサブチャンネル版あまり理屈っぽくならない感じで、暇な時間にメモ帳を取り出して、なんとなく今頭にあることをメモっておくと、後で何かアウトプット、今風に言うとね、アウトプットしなければいけないときに役に立つかもしれませんからねっていうお話です。私絵を描いたりとか企画だったりとかアイデア出しをしなければいけないときっていうのが、まあこのそれなりに長い社会人生活の中で何度も経験してきていますけれども、何回かに一回は頭真っ白っていう
状態があるんですね。考えても考えても出てこない。基本的にインプットがないとアウトプットってうまくいかないんですよ。でもそのアイデア出し、そのタイミングに必要なインプットって忘れてしまっていることとかもたくさんあって、その時まで引っ張ってこられないものがあったりとかするので、インプットした時のメモは大事ですよっていうことなんですが、それはね、なんかこう勉強しましたとかじゃなくって、何かインプット、もうなんかインプットっていうとね、なんか本当にね本読みましたとかそういうことじゃないんですよ。何か自分が刺激を受けた、この刺激っていうのも微妙なんですけど、もう本当にその刺激っていうのは物理的に外的に要因があるっていう意味で、その刺激を受けて私もやる気になったとかそういう刺激じゃないんですけど、そういうことがあった時にメモを取りましょうと。すぐじゃなくてもいいんで、5分でも時間が空いた時にメモ帳を取り出してメモをしておくと頭真っ白にならなくていいですよっていうお話で、一つサンプルを出しますね。こんな感じ。本当に落書きですよ。最終的にうまくもいってないし、これは活用もされてないんですけれども、掃除をするたった一つの方法って書いてあって、サラサなんだよねって書いてある。まあ、その上の方は明らかに YouTube のここで話すネタ考えましたっていうんですけど、サラサなんだよねっていうのは結局サラサって書きやすいよねっていうことではあるんですけれども、何のことだか分かんないじゃないですか。それとこの下ね、これね、雪が降ってすぐの時にこう転ばないように歩いている時に、もう意地でも転ばないぞっていう姿勢のおじさんっているよなって思って、まあ私のことなんですけど、それをね、絶対転ばないおじさんっていう最終的にこううまくキャラクターにまとまらなかったんですけど、なんかこういうことを書いていて、別に絶対転ばないおじさんが役に立つ時が来るのかっていうのはわからないんですけど、こうこれね、雑多なこういうことって抜けがちなんですよ。こぼれ落ちがちなんですけど、こういうのを暇な時にしとくと頭真っ白にならなくていいですよって思っておりましてね、最近特にそうなんですよ。YouTube でお話しするようになってから、ネタないネタないって毎回こう苦しんでいて、私自身が必要だなっていうことをこう身に染みて感じておりますので、何度も何度もメインチャンネルの方でもこのサブチャンネルの方でもお話ししといた方がいいよなって思って、今回もこんなお話をしてみました。雑記帳に落書きするって本当大切ですからね。ぜひもう何度目、これ何度言ってるかわからないですけど、ぜひぜひ実践してみてください。最後は沼の始まり、書くのを買ってきましたというお話です。このお話はプレピーとノルティーノートの組み合わせが良くて気持ち良くて使ってますっていうお話から、最終的にそれなりのお値段の万年筆買いたいなというお話から、ちょっと経験値が足らないのでお値段控えめの万年筆をいくつか買って経験値を増やしていきましょうかねというお話を前回したんですけれども、その
5名。角野の EF を買ってきました。細い万年筆を使ってみたかったんですよね。先ほどのプレピーでも十分な細さではあるとは思っていたんですけど、角野の一番細いやつだったらどうだろうと思って買ってきたんです。で、試し書きをしてみたんですけど、だいぶカリカリしますね。細かったらカリカリするっていうのはまあまあ当然なのかなと思ってますけれども、プレピーで感じた心地よさっていうのはちょっと感じなくて、 EF を買ってきてちょっとと思ったので、次は F なのか M なのかっていうふうに考えているところですけれども、それでもね、1本1000円ですよ。万年筆としてはお安いのかもしれませんけれども、何本も買うものでもないなと思って、書くのをこれから買うのにまああと1本かなっていう感じはしていて、こうやって一つ一つ、 EF だとカリカリしますと、ただ書くのじゃないその細字の万年筆だったらどうだろうとかって、こう一つ一つ詰めていくっていうんですかね、自分の中で経験を貯めて万年筆に対する認識を構築していくというのを今楽しんでいるところで、それで書くのを購入したのにはもう一つ理由がありまして、今カートリッジを使ってるんですけど、コンバーター使いたいですよねっていうところで、沼始まる。ボトルのインクを買いたい。もう足突っ込んでるんですかね。というところもあり、そのインクを買って入れ替えてみるとか、そういった行為を経験したいなと思っております。そんな感じで私としては沼の淵に立ったのかなって、そういった感じです。といったところで今回は終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。